をサビキで釣る際にはいくつかのコツを押さえることで釣果をアップさせることができます。以下に秘訣を紹介します。1、適切な場所を選ぶ。ポイント選び、味は回遊魚なので漁港、堤防、湾内など回遊しやすい場所を選びましょう。アジが集まりやすい潮通りしの良い場所が特におすすめです。時期と時間帯、アジがよく釣れるのは春秋。時間帯は朝マズメや夕マズメが狙い目です。夜釣りもライトを使えば効果的ですね。サビキ仕掛けの選び方。針サイズ、アジの大きさに合わせて5から7号の針を使うのが一般的です。小アジなら3号程度でも OK。 ハリスの色、クリアタイプが自然に見えて効果的です。カゴのタイプ、円筒用のカゴや下カゴ式など釣り場に適したものを選びましょう。3、コマセ、巻き餌の工夫。種類、網エビが定番です。新鮮なものを使うとアジの反応が良いです。量の調整、コマセを入れすぎず少しずつ巻いて魚を寄せ続けるのがポイント。誘いの動き、サビキ仕掛けを上下に動かすことで餌の動きにアジが反応しやすくなります。4、仕掛けの操作。棚の調整、アジは群れで泳ぐため棚、仕掛けの深さをこまめに調整して魚のいる層を探しましょう。動きの工夫、仕掛けをただ置くのではなくゆっくり上下させたり時々止めたりして変化をつけると良いですご。天候と潮の確認。天候、曇りや小雨の日はアジの活性が高いことが多いです。潮回り、中潮や大潮の日は潮の動きが良くアジが活発に餌を追う傾向があります。6夜釣りの場合、集魚灯を活用、水中にライトを設置することでアジを引き寄せやすくなります。蛍光タイプの仕掛け、暗い場所では蛍光カラーのサビキ仕掛けが効果的です。7、持続的に釣れるための工夫。巻き餌の頻度、巻き餌を切らさないように一定の頻度でカゴを補充しましょう。複数の仕掛けを準備、万が一のトラブルに備えて予備の仕掛けを準備しておくと効率よく釣り続けられます。これらのポイントを意識して釣りを楽しんでみてください。アジ釣りは初心者でも楽しみやすい釣りなので少し工夫するだけで成果が大きく変わりますよ。